よし、行ってきます。いやー今日もね仕事疲れたね。いやよく頑張っ、ん、え、あれ家が小さくな、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふふです。今回はですね、この1マスの家をあ、もう一回、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふふです。今回はこのめっちゃ小さい家を紹介していきたいと思います。ってことでね、早速ちょっとね、面白いんですよこれ、面白い本当に。入っていきましょう。これ右クリックとかじゃなくて、ここに行くと、やべ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 、あのね、ここにちょっと出ちゃうんだけどね、まあこうやって家の中に入れるっていう感じです。でね、これはテレビっぽい。でこれなんだ、これはよくわかんないですね。え、これもちょっとよくわかんないですね。棚みたいな感じかな。でチェストとかもすごい、形がすごいですね。収納ケースに見立ててるのかな。いや、もうこれなんてもう意味わかんないからさ。この家実は2階があるんですよ。はい、まあただの寝室でしたね。はい、意味ないですね。まあ言うてそんな広くない家です。うんまあでもあんな小さいところからねすぐ入れるんだったら全然便利じゃないのかなって思うんですけども、まあネタバラシといきましょうか。これねすごいと思ったよ。実はね、まあよく分かる人には分かるんだけど、テレポートさせましたって書いてあるの、実はこっちにでっかい家があるんですよ。はい、でここら辺に乗ると自動的にね TP されてしまうと、まあ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 、まあ、こんな感じです。はい、こういうね、いや俺こういう技術すごい発想だと思うよ。うん、ってことでね、まあ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 、ここを TNT で爆発させたらどうなるかっていうのを俺考えたんですよ。まあ早速やっていきたいところですけども、このマップを入れる点について注意があるんですけども、まあこれですね、マパダムテクシャパクってやつを抜いてしまうと、実はこれただのカボチャなんですよ。だから下もスポンジだし、こう入ったら、そうそうそう、ちょっと夢のないことになってしまいます。だからさっき、ん？お、さっきあったテレビはそうでもないんだ。このチェストはね、戻ってない。え、ちょっと俺こういうのはよくわかんないです。まあ、さっきのこの棚みたいなのは、ちょっと変換されちゃってますね。こんな感じでちょっと、テクスチャーを抜くと意味不明な感じになるんでね、絶対に入れてください。まあね、どうせ結果分かってるんですけど、ここを破壊してしまうとどうなるか、はい、家破壊してもいけるのかってことはね、まあ、え家破壊するとできないの？ちょっと待って、ちょっと待ってこれは大変なことになった。レッドストーンがちぎれてる、レッドストーンがちぎれてる。ここにちょっとレッドストーン同士でも置いて、行かない行かない行かない、やってしまったようだ俺は。どうやらこうか、壊してしまった。ってことで、家の小さい家には TNT 置かないようにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。 URL は概要欄に貼っとくんで、ぜひやってみてください。次回の動画もお願いします。じゃあな。